うさぎ寺の愛称で親しまれている佐渡市の寺では、来月、うさぎのおもちゃなどを集めた企画展を予定していて、準備が進められています。大きなうさぎ観音像が目を引く佐渡市畑野地区の長谷寺。うさぎ寺の愛称で親しまれていますが、先月の大雪で倒木などの被害を受けました。こうした状況にも負けずに、訪れる人にご利益をと来月開催するのが、うさぎの観音がございますんで、少しずつ集めたんですね。お寺うさぎギャラリーです。展示室には置物やハサミなど住職が集めた今年の絵とうさぎのグッズがずらり。現在飾り付けや手入れなどを行っていて、来月までに300個ほどのうさぎグッズを展示する予定です。うさぎはね、前しか進まないんですね。それで前向きって言ってね、しかも飛び跳ねる、皆さんにおいでいただいて、ご利益をね、いただければ。お寺うさぎギャラリーは佐渡市の長谷寺で来月11日と12日の2日間公開される予定です。